十万部出版研究所所長の辻正楓です。今日はあの本はなぜ10万部以上売れたのかということで、語っていきたいと思います。これは、シリーズ化していこうという企画になっておりまして、これから一点一点私が注目した、10万部以上の本っていうのを取り上げて、なぜ10万部売れたのかというところを分析考察して皆さんにお伝えしたいと思います。そして、10万部っていうのがこうどれぐらいのことなのかというのはもう一度、シリーズの最初としてお伝えしたいというふうに思います。10万部というのは確率論で言ったら、今推定で200冊に1冊から500冊に1冊ぐらいの確率で、できる、偉業と言えるんじゃないかというふうに思います。パーセンテージで言えば 0.2% から 0.5% ぐらいの確率で世に出現するというふうに捉えていただけたらと思います。ここはものすごいやっぱり大変なことだというふうに認識していただいて聞いてください。そして今回、取り上げるあの本はこちらになります。じゃじゃん。心の不思議、なぜどうしてですね。こう著者は、大野正人さんという方で、高橋書店出版社から出ております。この本が発刊した時、私は高橋書店に在籍をしておりまして、営業マンとしてこの本に関わらせていただいております。なのでかなり詳しくお伝えできる一冊と、一番自信持って話せる話を一番最初に持ってきております。はい、では、この本なぜ10万部売れたのかと順を追ってちょっとご説明をしたいというふうに思います。この動画を見ていただくことで、10万部っていうのがこう、先ほど難しいと言いましたが、これが起きた時にこうどんな動きが起きるか、どんな世界が待っているか、いうところを少し想像しやすい形になるかと思います。で、これからねやっぱり10万部、目指そうという方々にとっては、この世界を意図的にやっぱり引き起こしていくというふうに考えていただきたいというふうに思いますので、ぜひ心して聞いてください。はい、では、一番最初こちら、児童書のタブーを覆すという部分です。で、この本実はなぜどうしてという、シリーズがあるんですけども、この12タイトル前として発刊になりました。それまではもうね、結構売れ筋のシリーズではあったんですけども、この本だけ一気に突出して売れました。この本は60万部以上単品で売れてる本になります。で、こうシリーズの200万部の中で必須になってる本というふうにこう認識してください。で、これがなぜ起きたかというと、まずはここです。児童書のタブーを覆す。この本の中身をね、こう読んでいくと、こう衝撃的な項目がいくつかあります。で、こうそれが今まで児童書では触れてはいけないと言われていた、部分になっています。例えば人を殺すみたいな話、死ぬみたいな話ですね。ここは、やっぱり児童書としては今までの児童書はずっと回避していたという形になっているんですけども、この本はそこに対して真正面から切り込んだという形になっております。項目の中には、命の、不思議という章があって、そこで人はどうして人を殺すのというところにも踏み込んでいます。で、これは実際やっぱりこう子供もやっぱりこう無邪気にそういうのを疑問を持つわけですね。例えば殺人事件のニュースがこう流れた時に、なんで人は人を殺すんだろうというような疑問を持つ。で、それをね、こう子供は素直にこう親にやっぱ聞くっていうような形があります。で、それに対して親はどう答えればいいのかっていうのがやっぱりこうすごい困っているというわけですね。なのにこういろんな児童書を読んでもその答えはどこにも書いてないというような部分だから、情報の希少性もしくは情報の新規性みたいなところをこう思いっきりついたテーマになっております。で、こういじめ問題ももちろん取り上げてますし、それまでやっぱりこうなかなか扱えなかったみたいなところに踏み込んだっていうところが非常に大きいテーマ設定という形になっております。
そしてその中で2つ目、徹底的に子供が喜ぶ使命。結構ね、やっぱ深刻なテーマっていうのをこう扱っていながら、それでもものすごい楽しい紙面作りっていうのをこう徹底的に心がけてます。通常本っていうのはまあ一つのね、こうフォーマットがあって、そのフォーマットを元にしてこうね、同じようなデザインで展開されていくわけなんですけども、この本の場合はもう見開きまるで違う紙面という形に一応なっていて、こうそれぞれのテーマに合わせて楽しい工夫が、されてます。例えばスゴロクみたいな展開でこう進んでいくページがあったり、図鑑みたいな形で展開する場面もあったり、ページが進んでもやっぱ飽きない、子供はやっぱ飽きやすいので、その子供が飽きずに最後まで読み切れるという工夫を徹底的に凝らした趣味になっています。でここは読後感っていうものをこう思いっきりこう上げる作用になっているかと思います。最初のね、センセーショナルなテーマで引いて読んだ後もこうすごい楽しかったっていうふうに思えるっていうのがこう大きいポイントかなというふうに思っております。そして3つ目、ここからね、販売面の方に入ってきますけども、営業マンを本気にさせたっていうところですね。この本気になった一番最初の営業マンっていうのが私です。事前から編集者にこういろんな相談をされました。この本やっぱりどうやって売っていくべきかという部分でこうたくさん相談されたので、やっぱりこの本の内容っていうところにもこう事前にやっぱり触れることが多かったですね。この本がこう思いっきり意欲的にこうタブーに組み込んでいく本なんだというのをこう僕は事前に実感をして、しかも本の最後がどうしたら世界が平和になるのという形ですっごい綺麗に締めたんですね。なのでこの構成っていうのに僕は惚れ込みました。なのでその事前情報をもとにして、じゃあどうやって売るべきか、この本はどこで売れたら火がつくかみたいなところをやっぱり徹底的にやっぱ考え抜いたんですね。この本っていうのはこう児童書でありながら結構深みのあるテーマっていうのに入り込んでいるので、僕の中では一般的な児童書が売れる店、まあ、もちろん売れるんでしょうと思います。イオンの中にある書店さんとかショッピングセンターモールのね、こう書店さんとかがメインで売れるんだろうっていうのは認識してたんですけども、それ以上にやっぱ本格的な書店で売りたいというふうに思って、こう一番最初にこう僕がこの本をなんとか仕掛け販売してくれというふうにお願いしに行ったのが紀伊国屋の新宿本店です。紀伊国屋の新宿本店さんっていうのは、どっちかというとこう児童書っていうのは、弱いジャンルなんですね。大人が集まる店舗なんで、子供連れがね来るような店舗じゃないんですよ、実は。あんまり本格派の読者がたくさん来るという意味でのこう書店としては、象徴的な、書店さんであります。やっぱそこで仕掛けて火がつけばものすごい広がりが出るだろうというふうに思って、紀伊国屋の新宿本店さんで一番最初にこう先行販売して、仕掛け販売っていう多面展開を作らせていただいたという形になってます。でこれがやっぱりこう一番こう大きかったなというふうに思ってます。もちろん自動車で売れるようなショッピングセンターの店とかもたくさん売れましたけど、そうじゃない店舗でも売れたという事実を作ったというところが全国に一気に広がるきっかけになりました。そしてここの状態までできると、ここまで持っていくのも、スムーズになってきます。祭り感の創出ですね。もう本当に心の不思議お祭り騒ぎみたいな状態でした。これは社内の状況もそうでしたし、書店さんの状況もそうでした。やっぱ注文もねものすごい殺到するし、こう書店さんもこぞってこんな売り場作ろうよ、なんかこういいパネルないみたいな話がこう来るようになりました。そこでこう演出をしたのは、書店さんにもやっぱ参加してほしい、この売り場作りにきっちり参加してほしいというふうに思って、こう書店さんが最後書き込んで完成させるパネルというものを作ったことで、こう書店さんもねこう本を読んで、こうこの中からねどういうものを抜粋するかというところ、それをやってくれました。いろんな書店さんがねいろんなこうオリジナルのねパネルを作ってくれるという事態まで持ってくるということにしています。これはもうお祭り騒ぎという表現がまさに適しているんじゃないかというふうに思います。
その中で先ほどねタブーのところで申し上げた人はどうして人を殺すのというキラーワード、一番強烈なワードですね。これが表に出る機会を得ることができました。この本実際表紙にはそのワードは一切載っておりません。なので本当にこうタブーに切り込んだ本だっていうのはこう表紙を見ただけではわからないっていうのがこの本の一つの弱点でもありました。なのでこうそれを売り場としてこう保管するというような機能が働いたことでまた一段と飛ぶようにドンと売れるという事態がありました。なので実際この本っていうところが作り出した世界っていうのは編集、営業、書店みんな巻き込まれたお祭り騒ぎっていうところになってきたというふうに思います。おさらいするとまずはね政策面で情報の希少性、新規性、新しいジャンル、新しいポジショニングをしっかりと取りに行くということをして、その上で徹底的な読者満足を追求する紙面作り、ここを追求する、これはまあ編集陣がこう作り上げたものという形になります。その心意気を営業マンに感じ取って この本がどうやったら火がつくかっていうところを徹底的に営業マンが考え抜いたというところですね。でそれが社内中にも書店さん、各書店さんにも伝播という形につながりました。そういった次元を作る、こういう体験を私自身させていただいて、著者から編集、営業、書店と思いがつながっていく、これがものすごい爆発的なヒットを生み出すっていう世界なんだなというのを学ばせてもらいました。やっぱそこをぜひね皆さんにもこう体験してもらいたい。自分は本作ったからあと任せるお願いっていう形じゃなく、こう思いをねしっかりとこう次のステップに渡していくというところをぜひ意識していただきたいなっていうのをこの本で皆さんにお伝えしたいというふうに思います。動画ご視聴ありがとうございました。10万部プロジェクトを応援してもいいという方、出版業界の関係者の方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。